ないっすだって。疲れそう、疲れますねリハは。そう長時間だよね。マラソン総集編ではないけどマラソン会だったからちょっとね。憂鬱なばあさん、葵ちゃんさんありがとうございます。ケビンさんありがとう。膝の調子はもうほぼほぼ完治です。病院行ってよかったわ本当。病院行ってなんか謎の注射を打たれてびっくりするほど良くなっちゃいまして、まあその油断は禁物ということでまだ油断せずに行ってるんですけど、行ってるというか気をつけてはいるんだけど、もう痛みゼロでね、もう最高。病院行ったおかげでリハの期間痛まないでもう済んだ。本当にさ行ってなかったらさもう痛みに苦しんでたよリハ中。よかった。もうちゃんとなんかそうスポーツの怪我というか痛みのそのちょっと特化された病院に行ったので、こんな良かったのかも。亀さん、マサルさんありがとう、本当に良かった。なんか痛み止めとかじゃなく痛み止めを打ったわけじゃないんだけど、なんかなんだっけな、なんか私もなんか詳しく分かんないんだよね。なんかどうちゃらどうちゃらでここのなんちゃらでここの筋肉になんちゃらのそのなんか言われたんだけど忘れましたね。とりあえずあ打ってくださいって痛かった。でも注射はベーコンさんありがとう。なんか骨に近いところになんか多分打たれて膝のね、だからなんかちょっと注射痛が痛いっていうかボーンって入ってきた。なんか膝にボーンって入ってきて痛くな、なんか痛いっていうか重いみたいな、ちょっと怖かったんだけど。パイオニアさんありがとう。それでおー結構痛いじゃんと思えたんですけど、そう私でも注射されてる時そう結構意外と痛いなと思ったけど、痛いとある笑っちゃう人なんですよ。そう痛いとなんか笑っちゃうから、なんかマスクしてるんだけど、マスクしててよかったなとは思ったんだけど、もうマスクの下ニヤ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 しちゃって危なかったです。本当にやばいやつだと思われる、思われてたと思う。マスクなかったらそう笑っちゃうのよ。そうペイコさんありがとうございます。本当に笑っちゃうから。ムサさんありがとう。私は痛い時っていうか注射のする時とかは大体笑っちゃいます。なんか笑うっていうかなんかヘラヘラしちゃう。なんかあ痛いみたいな痛いみたいな感じでちょっと笑えてきちゃうの人なので、そうマスクの下めっちゃニヤニヤしちゃってた。葵
みちゃんさんありがとう、つつんさんありがとうございます。注射だからね、別に嫌いではないね。だから注射はそんな別に嫌いってわけでもないです。うん、意外と私我慢強い、痛みには強いかも。ダルさん、 MJ さん、ハートありがとう。刺す瞬間別に見ようと思えば見れますね。マスカってよかった、マジでよかった危なかったよ、ほんと。マサルさんありがとう。そう、痛いとね、笑っちゃうの、笑えてきちゃうの、うん、やばい人だよね。あおいちゃんさんありがとう。痛みには強い方です、私。男性より女性の方がなんか強そう、そういうの痛みに。なんか割と平気な人、女の子平気な子多い気がするけど。カーピーさん、ひろゆきさんありがとう。波乗り大ちゃんさんありがとうございます。そう、喜んでると思われちゃう。そう、喜んでんじゃないんだ別にあーめっちゃすごい楽しいっていう、そういうことじゃないんですけど、なんかねヘラヘラってヘラヘラしちゃうんだ。そう、30キロ過ぎた時に笑ってくれてた。そう、なんかね、きつい時とか辛い時こそなんか笑えてきちゃうんですよね。極限状態になったり、なんか疲れたり、その痛かったりが、その結構ひどくなればなるほどなんか笑っちゃうみたいな。そうそうそう、国翔さん、あ、ありがとう。クマで、これ聞いたら M だと思われますね。ダメですね、ダメじゃないけどやめてください。あの、どちらでもないです、そういうことではないです。これは私も笑っちゃう人、あー、そうだね、うん、そうだね、怒られてで笑えてきちゃう人も、笑えてきちゃう時もあるかも。ちょっと、笑っちゃうかな、どうだろう。うわ、笑っちゃう時もあれば、自分が結構ちゃんと怒られてる時は笑えるというよりかは、なんか心の中で対抗出ない対抗しちゃう。葵ちゃんさんありがとう。マットさん、高っぴさんありがとう。ひろちゃんさんもありがとう。恋愛相談送ってください、ぜひぜひぜひ。こうやってる時はね、笑っちゃダメなんだよね、本当。そう、本当にそう。いや、大丈夫です。
でもでもいやまあどっちでもあるから、私どっちでもないしどっちでもあるからどういうことって感じ。愛知の絶景で、そう知ってる知ってる。豊野邦夫さんありがとうございます。ズッキーさん、ハントムさん、オリさんありがとう。BB さん来ました、ありがとう。あ、もうムック本ね、ありがとうございます。え、野球のやつじゃん、なんこれ。あ、今あれやってるから、WBC のナルト P さんありがとう。あんのこんなギフト、すごい。井上幸宏さんありがとう。葵ちゃんさんありがとうございます。あ、そっか、野球の風船ね、これね、そういうことか。アメジュース、あーすごい。なんか最近あったかな、なんか何かあったかしら。あ、でもこれも天板の稽古とかがもうなんか割と3月中からありそうで、え、やばいじゃんと思って、忙しくなりそうでやばいじゃんって。今日も可愛いか？今日も可愛いか？メイクをしなくても可愛いと言ってもらえる世界線に感謝。おじゃさんありがとう。女優としての自信ゼロ。静岡のフェスモデルで、どうなんでしょうね。静岡個人的にめっちゃ行きたいんだけど、どうだろう、出れるかな。だって静岡、そう、アイリ今日ナッピさんと話してたんだよね、休憩中に。なんか、うわ、アイリさん静岡行きたいんですよねみたいな、もし行けるってなったら。そうそうそう、ハンバーグが食べれるから。食べれるかは分からんけど。大木さんありがとう。1346ありがとう。出れるから、出れる概念あるから、ハンバーグが、うわーいいなーと思ってるの。行きたいなー静岡。次の4月を狙う。そうなんです、3月ねないんだけど、4月をよろしく。10時オープンの時、あ、そうなんだ。行きたい、行けたらいいな。どうだろう、これやっちゃう。最近、最近じゃないか、ちょっと前からか。
焼き鳥屋に行く予定。福岡というか、まあ私も焼き鳥屋さんはね、ちょっと開拓してみたいっていうか、なんか美味しいところ多い気がするんですけど、まあどこでも東京でもそうだと思うけど、いっぱいあるじゃないですか、いろいろ。私まで、ね、行ったことないとこばっかりで、福岡もわかんないんだよね。チーズ豆腐だっけ、あれは食べたい。あのあれね、なんか焼き鳥屋さんのチーズ豆腐も美味しいよね。美味しい。福岡にしかないのか、なんか言ってた気がするけど、開拓したい。うん、私焼き鳥屋さんがやっぱ好きだなって思いました。焼き鳥屋さんの焼き鳥しか勝たんって感じ。なんか普通のやとこで なんか、うん、焼き鳥食べるならお店のがいいなみたいな。お財布役、それはちょっと頼もうかな。任命します。鶏皮、もつ鍋は美味しいね。ベシタンさん、ありがとう。好きもありがとう。塩も好きです、私は。うん、全然塩好き。なんかチーズ豆腐の写真なかったかな。いつ食べたんだろう、いつ食べに行ったんだ、何年。ああ、なんか焼き鳥屋さんがとても好きだな、私。レモンサワー、ぐるぐる鶏くばね、ナッピス、うん、いやなんかね、ナッピス、うん、連れてってもらったことあるよ。うん、結構初期じゃないか、なんかね、最初の頃ね。そんな感じ、なんか言ったな。鶏皮大臣行ったことないです、私。行ったことないかも。行ってみたいなとは思う。ちょっといつ行ったんだっけ、忘れちゃった。名前が読むの、分かった。おすすめ、私全然行ったことないんだよね。おすすめとかさ言うほど開拓できてないっちゃできてないんですよね。なんか昔撮った写真とかさ、いつだっけみたいな感じでさ、写真がありすぎてさ、なんか何かなって感じ、もう出てこないなっていうね。
き鳥、福岡の焼き鳥美味しいですよ。八兵衛だったよね。なんかいつ行ったかなみたいな、忘れちゃったな。ビールはね、私飲まないんですよね。ビールあんまり飲ん、なんかまだ美味しいみたいな、美味しいってまだ感じれてない気はする。いくや日向いて、いや違いますね。一生スクロールはしているが見当たらん。見つけ出したい写真が見つからん。喉で飲むんやだって。お酒は何が好きかな。梅酒が好きです。捻挫中痛い。ねえ、捻挫冷やしてください。あまり動かさないように安静に。ホークスの試合見る、いいね。甘いの、うん、ワイン飲まない。飲まないね。梅酒は好き、うん。年齢確認されないね。されません。されたこともあるけどないですよ。酔っ払うとどうなるかな。明るくなって、明るくなってで、その後は分かんない、眠くなる梅の味するする。明るくなるよ私は多分。泣いたり怒ったりとかはないな、うん、そういうタイプじゃない。普段よりちょっと明るくなって、なんだろう、そうなんだよね、明るくなる、ふにゃ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 なっちゃうとダメですね。ふにゃふにゃなってきたら眠くなってきてる証拠なんでダメです。とかめっちゃ陽気になりそうなイメージ。ひじさんは今何歳だろう、何年後なんだ。
やーどうなんでしょうね。早く乾杯できる日を楽しみにしてる。アギーとか言わないな。私どうなるかな、わかんない。そんな強すぎず弱すぎずって感じなんで、なんか、うん、谷川豊さんありがとうございます。だるがらみとはするタイプじゃないと思う私、うん、特に。今日はいやちょっとね、これから断捨離したい気分で、まあ、朝から断捨離したい気分だったので、しようかなって思ってます。しようかなって思ってるんで、ちょっともうなんか捨てたい気持ちで、捨てたい気分、なんかなんか疲れてるから、クロちゃんさんありがとうございます。なんかね、嫌いじゃない、あの物を捨てるのはね得意じゃないんですけど、でもたまにこういう時が来るね。谷川拓さん疲れてる時なのかな。でも朝すごい断捨離したい気持ちになって、ああもう捨てたいってなったの、いろんなもの。だけど時間ないし、もう朝は覚えないといけないことがたくさん、覚えないとっていうか、もう確認したりしないといけなくて、そんなする暇もなくね。でもストレスなのかな。そう、リセット、そうそう、リセットしたくなる気分なのかな。オタの、ん？オタの断捨離って何ですか？何なんですか？意外と捨てれない。そうなの。でも、もう使ってないやつは捨てた方がいいよねって思って捨てます。ここでオークションもう全部売りたいよ。ミニマリストね、目指したい。無理なんだけど私ミニマリストになりたい。男性されるオタク第1号いちごはちょっとな。捨てれない気持ちもそうなのよ。断捨離はしたいなっていう感じです。謎の深夜の掃除わかる。深夜と早朝、私どっちかもねしたくなるね。なんか結構わかるよ。今日はちょっとなんかこれからしようかなと思って、明日もリハがあるんですけど、してみちゃおうかなみたいな思ってます。テスト前とかも分かる、分かるわ。はい、なのでまあ明日も波乗り大ちゃんさん、何また
は何だったわ、ちょっとありがとう、やば、すごい可愛いタワーだったんですけど、ありがとう、何タワーですか、サイレントタワーやめてください、サイレントタワーやめて、サイレントタワーは何のタワーなんだよ、サイレントタワーね、たまにいるんだよな、ちょっと嬉しいんですけど、ルビークマかわいい、ありがとう、紳士だチロシさん、ありがとうございます、そう、サイレントタワーする人いるんだよ、いるけど、なんなんだか、なんで、パイオニアさん、ありがとう、チロシさん、あ、いつもありがとう、ありがとう、ジャングルの奥中とかどっかで聞いたことあるやつだ、で そうなのかな、コメントするの恥ずかしい、そうなの、そう、あちらの方から的になったわ、あーそんな感じ、葵ちゃんさん好き、ありがとう、と唐突なタワーがね、いや海外村民じゃないと思う、きひろさんありがとう、うん、一週間前だうん、やべって なってる可能性あるもん、もしかしたらなんか誤操作で、あやべ間違えた、間違えた、立てちったみたいな、うん、それを私は疑っちゃう最初なんかご操作というか変なとこタッチしちゃって、やばいわ、タワー投げちゃってるみたいな、投げちゃったわ、えへへ、 BB さんありがとう、うん、そうそ そうボタン間違え、うん、本当に出てこない涙に出ちゃう出てこない、クロちゃんさんありがとう、なんだかそれ経験ある、そうだから ある人もいるからワンチャンあるよね、でもうっかりタワー、葵ちゃんさんありがとう、でもねショールームを見に来る人の中だったんで、そういう人もたまにいるんだよね、やっぱショールームってギフトとか送れるわけだから、うん、そういう方もいるんだよね、ほんと、なんか
酔った勢いで、あ、そういう人もいます寝起きとかもありますね。葵ちゃんさん、谷川豊さん、ありがとう。しんたさん、ありがとう。え、マジで？マジで出てこない。コメントに出てこない。なんでなの？わかんない。だってさ、タワーってさ、本当さ、高価なものですからさ、うん、なんかのお祝いだよとかさだと思うじゃん。急に立ったら私もびっくりしちゃうよ毎回。そうだよ本当にびっくりしちゃうよ。ビビーさん、おいちゃんさん、ありがとう。パンダのでかいよね。生きてる時で尊いタワー。そんなタワーあります？そんなことある？びっくりさせたわ。なんだろう、特に意味なしタワーはちょっとびっくりしちゃう。挨拶代わり、なんだしょうね、なんだしょうね。なんだろうな、正解教えてください。何タワーなの。教えません。でも今仕方ない。自粛しろって言われてチェアしてます偉いね。あ、勝った、もしかして馬に勝ったか。本当に寝落ちしてるかも。本当に寝落ちしちゃってるかも。ないない、大ちゃんさんが寝落ちしてダンってこうやってあの首見てて、ショールームで間違えてあのタワーのところにこうダンって触れちゃって寝てる。これかもしんない。だって反応がないんだよ。絶対あるよね。セーター当たったよ。あ、よかった。これ大変だ。やばい。どうすることも起こせない。あれゴールドやってんな。そうそうそう。そうだよこれ。投げて去ってんのかな、もしかして。ああ、どっちかです多分じゃあ。投げても去って、もう投げて退出。ピンポン出していいな投げてさ、投げてシュン退出って。もうそれ気になるじゃん。じゃあ気になっちゃうじゃん。お探し中。迷子の迷子の方をお探し中。あ、寝落ちしてて汗やばい。あ、やっぱりそうだよね。豊野邦夫さん、ありがとう。ね、そうですよね。寝落ちしちゃってたよこれだからえ、だと思いました。だって謎に急にタワー来ることないと思うし、あったとしてもそのコメ、私ずっと今出てきてくださいみたいな感じだったのに、
全く反応なかったから絶対寝落ちだと思って。やっぱり、じゃあもうこれ寝落ちした時にちょうどタワー押しちゃったんですか。マジ返品したい、返品させたいタワー返品してあげてほしい。クーリングオフ、あ、はい、全然私はしてほしいんですけど、そんな方初めてかもしんない。ど、え、本当？本当にそういうこと？そういうこと？意図的なタワーじゃなくてちょっと申し訳ないじゃん、高価なものだ。コメント見てびっくりやばい、みんなどうしたらいい？え、立てた覚えないですよね。立てた覚えないよね。立てた覚えないよね。申し訳、なんかごめん、なんかごめんだ、それは。きっといいことがあります。お賽銭みたいな感じので、タワーのボタンの位置、あ、そうなんだ。近くなんね。ムックボン、うん、ムックボンです。市原神社、今日だけ。え、こんなことある？本当に、いや、私初めてで、この1300日以上やってきた分、寝落ちしてタワー投げちゃいました。初めてか。え、ちょっと待って、タワー投げて寝落ちした、どっちどっち。でもそのね、でもコメントを見てびっくりしましたってことは、うん、意図してなかったタワー投げしちゃったってことですよね。そういうこと？そういうことだよね。なんでなんだ、どうどうどう、あー、星連打、確かに寝落ちしちゃダメ、ボイスをプレゼント。寝落ちしちゃダメだよ。プレゼント、そうそう、間違いか、そうそうそう、間違い説が濃厚か間違えたわ、ちょっとね、本当こちらとしてはね、ちょっと申し訳なくなるよ、うん。愛知に投げよう、投げるぞって投げて、で寝ちゃったならまだ安心なんだけど愛知だ、どっちがいいかな、どっちがいいかな、愛知、愛知が多いは多いかな。起きました、起きたか、とにかやとかさん、ありがとう。投げた記憶はあるよ。あー、だって本当に本当に記憶はある。なんで投げたのじゃどうして投げてくださったの？寝ぼけて投げたとかじゃない？投げてくださった記憶はあるの？
それはよかったのかな。ちょっと違う。っていう気になる、気になるじゃん。うん、高価だもん。大木さんありがとう。もやし追加でならない。いやでもさ、もやし生活になるぐらいのカツカツな人にさ、ゴールドそんな入ってるとは思えない。僕ってその子に星投げってこと。いやー分かる。でも星集め中ってかイベント中は眠いよ。そうだよね。あ違う、好きだから以外ある。確かに。間違えたらセルゴールドがない。そう、そうでしょ。普通だったらそうだと思うんだけど、入ってるってことは。そう、間違えてたじゃないってことにしときますよ。そういう認識でいい。私は申し訳なくなるから。間違えて押しちゃったじゃなくて、まあ、私に投げてくださったっていうことにしておくよ。いいですな。そうだよね、そうなんだよね。誘導みたいになっちゃうけど。待って、今何時？あ、11時過ぎてた。よし、そろそろ終わります。愛知のファンの方で、ファンの方でも来てくれますもんね最近。まこまこまこさん、ありがとうございます。大木さんありがとう。やったっけ。よし、そうそう、終わろう。じゃあ終わります。ではランキングは13位、一郎さん、12位、白川さん、11位、新太さん、10位、豊野邦夫さん、9位、ゆうつのぶらさん、8位、くらちゃんさん、7位、北ペグさん、6位、井上ゆきひろさん、5位、 BB さん、4位、クリジョーさん、3位、 MJ さん、2位、あおいちゃんさん、1位、なみのりだいちゃんさんです。ありがとう。じゃあ断捨離してきます。夜な夜な断捨離タイムしよう。ありがとう。明日も頑張りますね、私。じゃあね、またね、おやすみ。おやすみなさーい。